岡本栄子は、日本の政治家、立憲民主党所属。衆議院議員、横浜市会議員などを歴任。1964年、神奈川県横浜市生まれ横浜国立大学経済学部システム科卒業、横浜国立大学大学院会計、経営収支家庭ビジネススクールに在籍していた。当時衆議院議員だった。 塚本三郎の秘書を務めた後、1995年、横浜市議会議員選挙に、新進党から出馬し初当選、計4期当選。2009年に、衆議院議員になるまで、市議会議員を務めた。市会議員時代から、動物愛護ボランティアとして、殺処分にかける税金を、里親探しと命を大切にする活動に、制度変換できるよう努めてきた。また、 母親目線から税金の仕組みを見直すことに努めてきた。第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で神奈川3区から出馬し、おこのぎ八郎を破り初当選を遂げた。2012年の消費増税をめぐる政局では、野田内閣による消費増税法案の閣議決定に抗議して、広報副委員長の辞表を提出し、4月23日の 党役委員会で受理された。6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決では、党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日には山岡健次らを介して離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、 7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、国民の生活が第一の決闘に参加した。同年11月27日に、加田幸子氏が県知事が結成した日本未来の党に生活が合流する方針を決めたことを受け、11月28日に政党届出をした未来の党に参加した。 同年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙では、神奈川3区から出馬し、落選。2014年12月に行われた第47回衆議院議員総選挙では、神奈川1区から出馬を検討していたものの、直前で取り消し。2016年4月26日に、民進党から、次期衆院選、神奈川2区の公認内定を得たが、 2017年8月7日に一審上の都合として民進党神奈川県連に公認辞退を申し出、8月10日に党本部から公認を取り消された。2019年1月に立憲民主党神奈川に区部長に就任。2020年9月29日、旧立憲民主党と旧国民民主党の合流新党である立憲民主党は常任理事会を開き、 岡本寺奇襲院選、神奈川肉公認候補に内定した。ありがとうございます。